ライシェボの紋章、ライシェボ、あるいはラウッシュは、ロシアのタタールスタン共和国西部にある都市。ボルガ川をせき止めたダム湖、クイビシェフ湖の北岸にあり、鎌川下流が作る大きな入り江がここから東へ伸びている。ライシェフスキー地区の行政中心地でもある。タタールスタンの首都火山からは南東へ60キロメートル。人口は2002年国勢調査で7730人。 この地には1557年に集落ができ、1781年には、ライシェフは、市の地位を与えられ、火山総督府の軍の中心地となった。1796年には、火山県の一部となった。1926年には村に降格し、ライシェフからライシェボと改名された。1950年には都市型集落になり、2004年9月9日に、 再び死になった。ライシェボには18世紀から19世紀の建物がよく保存されている。修道院の一部だったイタリ生産者大、聖堂。1767年に建てられ1850年に再建された聖ソフィア聖堂。19世紀末に建てられた貧者のための家。1864年に建てられた高校などである。1997年には、 博物館も開館している。周囲の村にも18世紀初頭から20世紀初頭までの聖堂が多く保存されているほか、1908年に建てられたモスクもある。18世紀から19世紀にかけてのロシアの大主人、ガブリーラ・デルジャービンは家族がこの地に大きな辞書を持っていたため、ここで少年時代を過ごした。彼の両親も付近の村に埋葬されている。 来世ボは農業地帯の中心地である。クイビシェフこそいの工場などのない場所に旅行客向けの宿泊施設が建つなど、この地域のレグリエーションの中心ともなりつつある。ありがとうございます。